どこが綺麗？わかんない。かっこいい系、美人。このオールバックが似合う。人を引きつけるような魅力的な目をしてますね、この人。Hey guys and girls on Ask Japanese, it's Cathy Cat. Now with the Miss Universe elections, we were wondering what people on the streets would actually choose. So what do the common persons here in Japan prefer and what kind of girl would they actually vote for if they could? This time we're gonna do our very own Miss Universe election and let people on the streets of Japan choose. So let's go find out which one their favorite is and Ask Japanese.これ、この人かわいい。このチャイナ。おお。なんででしょう。やっぱアジアンビューティーにすごく憧れてて、この人目もすごい切れ長でシャープで、唇もすごいかわいいんで、髪の毛もめっちゃ綺麗だし、めっちゃこういう人が好きです。ああ、アジアンビューティー派。うん、アジアンビューティー派です。黒い髪の毛派？あ、黒髪の毛派です。あれ、でも自分が茶髪なんですけど。自分はでも髪の毛緑色とかにしたくて。ああ、でも緑じゃないんですけど。ちょっと落ちちゃって、色落ち。あ、この方ですか？はい。それ、ターキーの方なんです。ターキーに豆腐屋が入りました。ターキーってどこですか？トルコ。あ、トルコ。すごい綺麗。うん、綺麗だよ。じゃあなんでその方選びましたか？大人向けですね。キリッとしてて。うん、かわいい。うん。よろしくお願いします。こっちが好きだな。おお、じゃあ、はい、まずじゃじゃん。この人はどこから来てますか？ターキー。ではトルコってことです。あ、トルコ。お、なんでその方選びましたか？なんか他の人よりもおとなしいけど印象が強かった。なんか書き上げてる写真なんですけど、他にも書き上げてる写真あって、なんか顔がここ髪の毛で隠れてるのに目鼻たちが綺麗だからかな。まあみんな綺麗なんだけど鼻が高いから通ってる。どこが綺麗？わかんない。全員綺麗か。でもなんかすごいこの人に合った髪の毛って感じ、自分分かってる感じがすごい綺麗だなって思いました。おー、自分分かってるって感じですね。じゃあ自分の投票はどうしますか？じゃが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 この人。おー、ポーランドの方です。なんかメイクの仕方、なんかローライトとかハイライトとかシェーディングの入れ方すごい上手いし、あ、美容学生なんですよ彼女は。じゃあその目がやっぱ美容の方に行くんでって感じですね。はい。めっちゃ綺麗。じゃあメイクができる方って感じ。あ、結構パーツ整ってると思う。眉毛とか頬の形、この輪郭とかめっちゃ綺麗。よかったら一人選んでください。この人綺麗。あ、綺麗。ナミビア。おお。なんかナミビアってすごい肌が黒いイメージなんですけど、すごい肌が白くて綺麗だなって思って。あ、彼女のチャームポイントは？え、でこの人歯？歯かな。歯が綺麗。なんで歯なんですか？歯が綺麗。あ、真っ白って感じ。真っ白。この人めっちゃ綺麗じゃない？デンマークに1点入りました。なんでデンマークの方なんでしょうか？なんでだろう。え、綺麗。綺麗タイプ。あー、どういったところタイプなんですか？え、なんかかっこいい、かっこいい系、美人。このオールバックが似合う。お疲れ様です。この方ですよね。はい。ケーナビビア1点。なんか笑顔が可愛いなって。あー、他にのチャームポイントは何でしょう？肌。なんか綺麗な顔してんなと思って。この人で。おー、メキシコ1点。目元もはなんか鼻もくっきりしてて美人だなって思って。おお。いらっしゃいませ。理想の外国人のタイプは？そんなに外国人の顔がタイプじゃないですね、うん、逆に言っちゃうと。なんでちょっとこれ難しいかもしれないです。じゃあこの方で。ラオスの方初登場。ラオスの感じ。お、なんでその子を選びましたか？美しい。どういったところが美しいですか？この溢れ出る色気、もう男としての差がを揺さぶられますね。彼女のチャームポイントは？ズバリ唇。あ、どういったところがいいんですか？まあキスがうまそうですね。ぜひこの唇を捧げたいです。アジアンビューティーが好きなんですか？ね、はい、ヨーロッパ系よりかは。あ、アジアンビューティーのどういったところにやっぱり燃えますか？
メイク次第でも結構顔も変わりますし、彫りがそんな深くないと思ってるので、まあそれで多種多様な顔を作れたり、まあ色気が簡単に出る方なのかなって思うんで、やっぱ色気がすごい好きですね。メイクで、まあ、結構顔もすごい変わるなって思うので、アジア的な顔の人の方が、なのでそっちの方が好きですね。ダントツでこれ。おマジで。ウェトリコ、なんでその子選びましたか？え、もうドタイプ。どういったところがタイプなんですか？もうブロンドヘアっていうんですか、髪型もう普通に綺麗、もう全部、ラインから全部綺麗。こういうのタイプなんだ。ある意味ガーリーな感じ。そうですね、でもちょっと大人ガーリー、クールな、うん、クールビューティーですかね。クールビューティー、うん、なんかビクトリアシークレットだっけ、うん、歩いてそう。ちょっと待ってね。あ、この子ですか？ボリビアに1点入りました。見た目がすごい好きなんで、その目に惹かれましたね、自分は。結構大きい目ですよね。そうですね、人を引きつけるような魅力的な目をしてますね、この人。じゃじゃん、はい、この方ですね。おー、ネパール1点。魅力、まあ顔のパーツがすごいなんか全体的に好みなんで、なんかまあ目の大きさと口の大きさと、あと鼻がスッてしてるのがやっぱいいなって思うので、あとあれですね、おでこ出してるのいいと思います。あー、おでこ見せる派。そうですね。ちゃかちゃか、お、いいですよ。メキシコだけど。じゃあこの子、その子の魅力のパーツは？いや、まずもう写真の撮り方がもうエロかったなっていう。あーメキシコね。そうですね、目の感じが結構好きで、切れ目な感じが結構好みだったんで。この人、左下の人。あ、じゃあラオス1点入りました。なんでこの彼女を選んだんでしょうか？なんかパッと見た感じに、そのなんか綺麗だな、全体的に眉毛も目も口も鼻も綺麗、メイクが綺麗に見える、メイク映えする顔っていうのかな、一番日本人に近いくない？あ、日本人には近いかもしれない。あ、うん、なんかアジアン的な、うん、あ、そう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 、外人すぎない感じが可愛いして見やすい。鼻がすごい高いわけでもなくて、うん、なんか親近感、うん、親近感綺麗、綺麗な親近感。すごい失礼だよね、親近感とか言ったら似てねえよ、似てねえよみたいな。やっぱ多少と聞きました。いや、私この人なんですけど。あー、でも綺麗。じゃじゃん、ね、何、ないものを全部持ってる、私にないものを全て持ってる。おー、それはプエルトリコ。自分にないものを全部持ってるってどういうことですか？あの、目と眉毛の幅、鼻の高さ、唇のぽってりした感じ、色の白さ、綺麗だね、全部本当に綺麗。外人って感じ、外人って感じ、ザ外人みたいな。あー、イメージ的にはもう100点ですね、これは。この顔に生まれ変わったらなりたい。うん、青い下着着てそう。うん、分かんないわ。なんで青い下着ですか？なんかあの、肌が白い人って寒色とかの方が似合うじゃないですか、うん、赤とかよりは、うん、なんか青っぽい色とかの方が、黒とか、ね、黒とかなんかダークな感じの方が似合いそうだから着ててほしいっていう。これで全ての質問でした。ありがとうございます。Beauty is a very, very difficult topic. I think generally beauty is in the eye of the beholder. Little things like a cute dimple on the side, or the way someone pushes up their glasses, maybe crooked teeth that look a little bit like vampire teeth. I think things like that, freckles, all these things, they are absolutely beautiful and they add to character. So what makes a woman beautiful in your opinion? Let us know in the comments down below. We're looking forward to finding out more about that. Also, if you haven't been with us yet, we interview people here in Japan on the streets very frequently. So if you would like to find out more about life in Japan on Japanese culture, please be sure to hit that subscribe button and tick the notification bell so you don't miss it when we send out videos. We upload fairly frequently, several videos a week, so there's always something to know about, always something to watch. And if you've been with us, don't forget to give us a big like. Also, here's a big shout out to our members who have been supporting us. We're creating extra content for our members too, special videos, pictures and similar. So if you're curious about that, see how you can join in. We have several tiers set out there for you. Thank you very much for watching, and I'll catch you soon for more content here coming from Tokyo out to you, no matter where in the world you are. Catch you soon. Bye. Ooh, mentioning that, by the way, since we're at Miss Universe, I got an Instagram. Follow, please.